動き取れないですよね教育もそうなんですよね変わ,変われない国なんですよねこの国ってねだから役に立たないとなくなるような仕掛けになってるんですよね使えない奴は知ればいいっていうヘジ先生が発信してるまあ今は暗黒期だとか時代は分断を迎えているとかバラバラにされてるっていうそのあたりについてまあこの社会とかこの時代のおかしさをどういうふうに感じているかというところから伺っていけたら幸いですあのね ずっとおかしいんですよ。ずっと。戦争前からおかしいじゃないかな。だから、その正しい時代っていうのがあるっていうのがもうそもそも幻想で、なんかちょっと戦後に、なんか我々の社会は正しい方向に向かってるんだっていう幻想があったっていうか、う思いたかったんでしょうね。戦争でひどい目にあったんで、豊かになることがイコール、まあ、その成長イコール幸せな社会みたいな。それの、そのすり、すり込みで、まあ、そのまんま止まってるっていうので、 問題がでかくなってるっていう地獄に今突入してるっていうか、そのか例えばずっと道路工事してるじゃないですか。うん、あれ、線路復興までやってるんですよね。<laughs> だからその、ずっとそれを続けなきゃいけない方みたいなのが来て、うん、そこで既得権益で身動き取れないですよね。教育もそうなんですよね。だから、まだラードセルしょってんのも、そうなんで。うん 変わ,変われない国なんですよね、この国ってね。なんか殴られてされて初めて焼けの、焼け野原にならないと変われない国っていうか、それをさ、ま待ってるか逃げるかっていう話じゃないですか。うんうん、で、それであの世に逃げたいっていうのが実はだと思うんですよね。うんうん、それをでも、まあ、ちょっと、あの、やり過ごすっていうのもあるよなって話はあるんですよ。うんうん、で、まあ、なんか時代の,その暗黒の話で言うと、特に戦争中ね、 戦争中の社会は今の,その教育では間違ってたってずっと言われてますよね。うん、国のためにはおかしいって、みんなそ,れその感覚を共有してたじゃないですか。またそっちの方に行くことしてますよね。どうも時代がね。でもあのその僕が教育を受けてた時期っていうのは、戦前の日本っていうのは、もしくは戦中の日本っていうのはおかしいな国だったって言われてて、それでそれはまあ、なんか命軽かったんですよね。でそのの命,命が軽いいいっていうのはは <laughs> 役に立たない人間は っていうっとにかく役に立つためにしいてそれって、うん、実際戦後も変わってないですよねだから役に立たないとなくなるような仕掛けになってるんですよね。っていう時代があったんですけど世の中のその不景気が治んないもんだから助けてくれる人いないもんだからそれを受けて教育して 来たあ教育されてきた人たちがね、助けてくれるもんだと思ったら、助けてくれないから、すん、うん、ちゃったんですよねそれが氷河期世代ですよね。バブルのこ、まあ、そに世の中が明るくなるんだろうなと思いながら子供時代育ってて、気がついたら暗黒期に突入して、誰も助けて、<laughs> もうその時にはもう家族もバラバラでしたからね。だらその時にあに心がすさんた人たちが今の空気作ってるんですよ。 評価主義とかね結局、そのぶっちゃけっていう文化が蔓延してて、使えないやつは知ればいいっていう、この空気っていうのが、非常にその子どもたち一人一人をこう、かかってるっていうか、それを暗示にかけられて、暗示なんですよ、これ、全部嘘ですからね、うんえー。全部嘘で、全部呪いになってて。だから、俺はその基本的に今、もっともらしく言われてることは信じてないですよ。絶人のことを信じてます、ね。 だただ、今はその世の中全体の空気が支配してるんで、なんかその自分でちょっとおかしいなと思っても、あのみんなこう言うからってって、でそれでまあ自分はダメなんだなんて言って、だうん、っていうような追い込まれ方をしてますよね。うんはい、とても気の毒だなと思います。はいはい